アジア全域で私たちはより早く、そしてよりスマートに動いております。人々の生活を豊かにするために、利便性に革命を起こし、より簡単に、より早く、日々人々をつなぎます。人々はつながることを必要としており、つながることを力にしています。マレーシアではマーチャントレードを通じてお客様に目を向け、お客様を理解し、革新的なフィンテックサービスを個人、ファミリー、そして社会に提供します。国境を越えた送金をより簡単に、よりスムーズに、そしてより早く実現します。シンガポールではその中心はクリック。海外でも現地でも日々のキャッシュレス取引のためのワンストップソリューション、それがマーチャントレードマネー、ビザプリペイドカードです。日々の必要な取引をより簡単に実現します。どこでも請求書の支払い、食料品の購入、オンラインショッピングができます。トップアップと出勤に様々なチャンネルを利用することができます。モバイルアプリで支出を管理し、残高を把握できます。便利なロックカードで管理が可能、ピンで機能の設定や変更が可能になります。ビザでの支払い、世界中のビザ、ATM での出勤が可能になります。携帯電話から今度の旅行の外貨購入、保有、売却が可能になります。モバイルアプリで外貨売買、保有が可能になります。日々更新された為替レートが提示されます。カードからカードへの送金が簡単にできます。ミャンマーでは MPT マネーはいつでもどこでも最も効果的な送金方法です。お金を保有したり、送ったり、受け取ったりすることができます。モバイルトップアップを即座にリチャージ、公共料金の支払いもできます。 MPT マネー口座を通じて携帯電話による支払いが可能です。そして我々は保険もカバーしています。また小さい商売を始めるためにサポートが欲しい時にも利用できます。 iCash はモバイルバンキングとフィンテックの革新性とその専門知識により人々の生活を豊かにしています。私たちは同様の事業の実現をインドネシア、ベトナムで目指します。インドネシアの人口は2億6700万人、1億500万人がインターネットを利用、人口の 51% がデジタルバンキングを利用できません。人口のたった 3.1% しかモバイルマネーを利用していません。ベトナムでも同様です。人口は9600万人、6600万人がインターネットを利用。驚くことに 69% は銀行口座を持っていません。デジタルはもちろんのこと、モバイルマネーアカウントユーザーはわずか 3.5% です。次に若者の携帯使用率です。インドネシアは 80%、 ベトナムでは 90% です。はっきりしています。間違いありません。デジタルバンキングとデジタルレンディングがこれから爆発的に成長するでしょう。時が来ました。マーチャントレード、 MPT マネー、 iCash の力で巨大な未開拓市場を切り開くことができます。機は熟しました。インドネシアとベトナム市場は人々の生活を一変させ豊かにする可能性を持っています。それによってインドネシアとベトナムの数億人の人たちがあらゆる瞬間に利便性と安心を享受することができます。どこかに行かなくても携帯や公共料金の支払いが可能になります。オンラインショッピングの支払いを安全に行うことができます。リアルタイムでの取引管理や記録が可能になります。友人や家族からお金を受け取ったり支払ったりできます。携帯電話から直接カードのセキュリティ機能を管理することができます。代理店でキャッシュイン、キャッシュアウトが可能になります。1枚のカードで通貨の管理が可能になり、為替の変動、リスクを低減することができます。 0% の取引手数料でお金を有効活用ください。
モバイルマネーアカウントの e マネーを使用して安心して携帯電話利用料のチャージをしてください。これ以上簡単な方法はありません。マーチャントレード MPT マネーアイキャッシュはパワフルで革新的なフィンテックサービスであり、その革新的な簡便さと使い勝手の良さによりモバイルバンキングの中心となります。マーチャントレード MPT マネーアイキャッシュはエキサイティングでパワフルで急成長する新技術エコシステムです。人々の生活を改善し、新たな決済方法を提供し、革新的なファイナンシャルサービスを実現します。そしてより相互につながる、よりスマートな世界において豊かな体験をもたらすものです。お客様は使い勝手の良いシンプルなソリューションを毎月のルーティーンに使用します。お客様が好むような体験を通じてファイナンスを管理することができるエコシステムを提供するのは言うほど簡単なことではありません。こここそが我々のリソースと質の高い経験への関係をフィンテックソリューションに結びつけることができるところなのです。そしてバリューを生み出すのです。私たちは共に人々の生活をより豊かに、よりスマートにする手助けをしております。